ってるヤクラン刑事が通過、打礁の周回に入っている。平山幸太が一旦8番の矢口圭一郎をどかして成功法で収めようというところ、さらに今度は5番の浅井幸太が発進していきます。鐘を迎えました。先頭5番の浅井幸太に代わった今度は2番の荒井孝では入り替わり立ち替わりと激しくなってきた。今度は1番の平原も上昇していく。平原が中盤でないか、浅井の右を引き寄せ車を下げた。先頭は荒井孝を引き渡した1番の矢口圭一郎が残り1周になりました。先頭8番の矢口圭一郎、伏見が2番手に下がり、一気に5番の浅井幸太が飛び出していく。伊藤正樹が待つ、追っている8番の矢口、そして3番の伏見立ち上げだ。一方平原8番手、平原厳しくなった。そして先頭浅井幸太、6番の伊藤が番手、3番手は8番の矢口圭一郎、直線コースで入っている。2番の浅井、後ろの8番の矢口圭一郎、矢口が2着6番の伊藤。